お、ティファ。ん？ティファ？どうしたの？いや。ティファってクラウドの恋人？あら。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎でございます。というわけで本日もファイナルファンタジー7リメイク続きからやっていきましょう。というわけで、エアリスのお家から出発ですね、お花屋さんのお仕事を手伝うっていうところなのかな。早速やっていきましょう。目の前に蝶々が飛んでいるわ、かわいい。 OK、 じゃあ行きましょう。これはついていくだけでいいのかな。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。素敵なとこに住んでらっしゃる。これなんだっけ？ん？どれがいいと思う？あ、そっから選ぶの？どれでもいい。そんなこと言わずに。さ、選んで。そうよ。あ、何？あ、そうそう、リーフハウスだよね。リーフハウスっていう名前を今思い出せなくて。届ける花を選びましょう。花畑の近くで Y を押すと花を摘むことができます。すごい。あ、どの色の花を選ぶかでリーフハウスの飾り付けが変わるかもしれません。だって、嘘。どうしよう。そんなの困っちゃう、悩んじゃうけど、この黄色っぽいお花と白いのと、これはなんか猫じゃらしっぽい感じ、その3つだけ。そうだね、選べるのは3種類だけってことかな。なんかピンクとかないってことだもんね。え、どうしよう。これってエアリスが最初にくれたお花と同じ？これにしよっかな。私があげたやつだ。あ、そうだよね。そうだったか。うん。もしかして気に入った？気に入った。あ、すごい可愛いんだけど。あのなんかカゴの中にお花がいっぱいになっていく。もうちょっと必要かな。あ、次どれにする？選べるんだ。まあお花だけじゃなくてこういう緑もあった方がいいのかな。じゃあ緑にしてみようかな。まさかの猫じゃらし。まさかの猫じゃらし。クラウド、みんなびっくりすると思う。え、そう？いや、ほら、なんか花束ブーケってさ、お花だけじゃなくて。多めにって言ってたし。あ、もう少し持っていこっか。あ、じゃあ3種類とか選べるんだ。あ、なんだ。あ、でも全部黄色とかにすることも、あ、何も見えないできるわけね。あ、そうそう、あのブーケとかってなんかいろいろ入ってるじゃん。お花だけじゃなくてなんか実っぽいのとか、あの葉っぱだけのやつとかいろいろ入ってるよねって思って。まあじゃあどうすなら3種類。いいね。花言葉、純真。おお、かなり貴重だね。純真か。リーフハウスの子供たちにはぴったりなんじゃないの。これで OK。 OK、 リーフハウス行こっか。行こう行こう。じゃあこっちから行くのね。似合うじゃん、クラウド。カゴ持ってるクラウド似合うよ。こっちかな。よし、行きましょう。喜んでもらえるかな。ねえ、これはその、急がなくていいから。あ、優しく運んでね。もちろん。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ。人気出ると思うな。十分ありますけどねクラウドさん十分人気あると思いますけど。これはそのさ、先生と子供たちがみんなで一緒に飾り付けするのかな。すごい楽しそうだね。私も仲間に入れてほしいわ。お花どんな風に飾るのかな。うん、サーナ、後で見に行こっか。見に行くよ。サーナとか言わないの本当はめっちゃ気になるけど、ツンデレっていうか隠してるだけだったらどうしよう。本当はすごい気になる。子供たちがお花どうやって飾るのかすごい気になると思ってるけど、恥ずかしくて言えないだけだったらどうしようもしかしたらそうかもしれないね。クラウドでもところどころやっぱり優しさ抑えきれてないところあるから、そうかもしれないね。いや、なんかここのスラムも探検できると嬉しいんだけど、このあとね、このとりあえず今なんていうのイベントが、あら、鳥さんかわいい、ハトポポ、あら、飛んでったわ。クラウドが怖いのかしら。あ、ここか。そう、このとりあえずイベント終わったら探検できるのかね。ジェスお姉ちゃんに弟子入りするの
え、ジェシーお姉ちゃんに弟子入りするの？お、いいな。喜ぶと思うよ、ジェシー。私も弟子入りしたいもん。美味しくなって。よし。俺はここで待つ。あ、うん、わかった。そっか。でも退屈でしょ。お、街見てきたら。やっぱり。やった。やっぱりそういう、お、あ、今一人になったのね。やっぱそういうタイミングがあるか。やったー、探検できるぞ。新しいスラム。今とりあえずさ、目的地ないってことだよね。エアリスを待つ間、そうだよね、探索しようでいいんだよね。 OK。 だから目的地特に出てないってことだよね。 OK OK。めちゃめちゃ楽しみにしてた。山彦煙幕。またこれマップを覚えるのが大変だ。なんかちょっと広く感じない？こっちの方が7番街より。そんなことないのかな。話してみよう。あ、麦ちゃん。お前は。エアリスはリーフハウス。そうね。あ、行っちゃった。やっぱ怖いのかな。ちょっと It's on the drinkいい感じ。ジュイン箱開けちゃう。調味料が違うと絶対に5番街スラムの味にはならない。なるほど。なのよ、調味料他の町じゃ再現できないだって。あ、アブランチありえないって言ってる。これあれか、こうモニターが あるところね。これはなんだ。あんた強そうだな。はい、強いです。あー、武器屋さん。なんか違ったものが売ってたりする。いや別にそういうわけではないのかな。うん、まあまあ今とりあえずいいや。大事に使ってやってくれ。 OK。 で、あれかな、一定時間かな、それともなんかイベントやったら進むのか、そのエアリスの用事が終わるタイミングがいつ来るのか分かんないけど、まあ、あ、あ、ここ出口か。出口？入り口？まあ違うエリアに行っちゃうってことね。これアイテムショップだよ。アイテムは金と引き換えだよ。そうよね。アイテムもまあ普通に、あ、同じようなものが売ってるって感じかな。ん？あ、これ以外ないのね。オッケーオッケー。じゃあな。お、クールだね。じゃあなって言われた。あとは、うわ、アバランチはウータイの手先って言われてる。ウータイって何？ウータイってなんか詳しく出てきてないよね。そのうち出てくるかな。勝手に出ていくわけにいかないか。あ、こっちも、こっちも出口。え、ちょっと待ってよ。あ、なんか曲が流れてているかな。さ、どれにする？あ、マテリア屋。マテリア屋で曲が流れてたりする。お、太陽の海岸、いいじゃない。買いましょう。で、あ、すごいいっぱい売ってるね。まあ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 、でも今はとりあえずいいかな。あ、蘇生って持ってたっけ。あ、持ってないか、所持数ゼロか。あ、蘇生ちょっと買ってみようかな。お金あるよね。ちょっと私じゃ多分隠れてると思うんですけど、9000円ぐらいあります。 OK。 円じゃないけどね。また来てくれよ。なんかさ、ゲームの中でちゃんとさ、その、あれ、この子、そう、ちゃんとさ、円以外にお金の単位っていうかあると思うんですけど、いつだって円って言ってるから。クラウドさん、あら、忙しいようですね。でもご協力はお願いします。あれ、なんでここにいるかとかはないんだ。なんかここにも来てみましたみたいなちょっとやりとりあるかなと思ったけど、なかったね。まあ今は別に何もできることないのかな。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました、うん、こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。オッケー。クラウドさん、重大なお知らせです、はい、どうした。これまで不可能とされてきた
召喚マテリアを合成する仮説を立てました。あ、召喚マテリアも。召喚マテリアは天然物だけという改良になる。現在の定説を覆す大発見です。あ、そうなんだ今のところ。召喚マテリアの検証を頼みます。はい。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い、打ち勝ってください。仮想空間。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。あ、何も言ってないのに。え、何？ VR ミッションが解放されました。挑戦するときはチャドリーに話しかけましょう。だって、え、やってみよっか。準備ができたらお声掛けください。あ、すごい。あ、え、召喚獣シバ。あ、うわ、早い。はい、え、それやってみよう。ちょっと待って、その前にここベンチだよね。ちょっと休んで、うん、なんか新しいことができるようになってる。 OK、 回復してちょっとやってみようか。じゃあクラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。なんでチャドリここにいるの？教えてほしかった、それ。はい。お、なんかクリアになってるね。あ、結構いっぱいクリアになってる。また新しいマテリアを開発できましたよ。あ、ほんと、まあしばらく話しかけてなかったもんね。じゃあマテリアなんか、あ、盗むとかあるじゃん。挑発、ガード強化、へえ。まあでも今すぐ盗むってのもちょっとやってみたいか。ちょっと買ってみようかな。 OK で、じゃあその VR ミッションやってみようか。え、召喚獣シバを倒すだよ。倒すとそのシバが開発されるんだ。え、面白そう。やってみよう。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。はい、やだ、似合う。似合うわ。あ、進路コンバットシミュレーター。あ、え、綺麗。え、めちゃめちゃ綺麗。え、これこの人が、うわー、なんか強そう。召喚獣として使えるようになるってこと？ちょっと画面重いかな、ごめんなさい。待って、どうしようかな。あー、ちょっと待って、一回避けて。まだゲージないもんね。ゲージ使える？あ、使えるか。見破ってみるか。調子に乗るな。炎に弱い。仮想空間上に再現された氷属性の召喚獣。うん、なるほど、炎ね。じゃあなんか食らってるっぽいな。ちょ、ゲージをまず貯めないと。ゲージを貯めまして、 OK で、じゃあファイラーを使ってみよう。いけるか。お、いいね。聞いてる？聞いてる聞いてる聞いてる。でもあんまり減ってないのか。あ、なんだ、アイシクルインパクト、かっこえー。わわわ、なんか飛んできたです。飛んできたです。飛んできたですとは。もう一回出てみよう。なんかあんまり減らないね。でも強いのか。ガンガン当ててっていいのかな。アイスウェーブ、ちょっとご遠慮いただきたい。アイスウェーブ、え、めちゃめちゃ綺麗なんだけど。仲間になったら嬉しいね。まあ仲間というか、なんというか。じゃあもう一回ファイラを当てる。あ、ゼロ。あ、ダメだったか。なんだそれ、なんか可愛い、くるくる回ってる雪の結晶。え、何？あ、ブリザラね。うわわわわわ、クラウドが凍っちゃう。おー、美しいんだけど。あー、ちょ、ガード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 。そういえばショートカットあったね。まあんまり使わなくてもそんな問題。なんだなんだ、飛んでくるやつか。はい、なんかあれ、ガード押しても、あ、ガードボタン間違えてたわ。待って待って、一回回復しよう。ハイポーション使って、あ、セントファナーになっちゃった。あ、大丈夫だった。一回なんか、一回回復できるやつ。待て。ちょ、落ちて、なんかやばいよ。上になんかあるけど、動けなくなっちゃった。ちょっとセントファナーになっちゃった。あ、強いんだ。これはもう、ちょっと。次こそ、自分の限界を超えてください。うん。もうちょっとレベル上げしないと勝てないか。まあ、頑張ればいけるかもしれないけど。引き続き
バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。もうちょっと後のが、だってなんかあの攻撃当てても全然減らなかったもんね。はい、ちょっと試しにもう一回戦ってみたんですけど、結構惜しいとこまで行ったんだけど負けちゃったので、もうちょっとレベル上げてから戦ってみようかなと思います。まあ今のままでも多分、何回かやってれば勝てるかなとは思うんですけど、時間がかかっちゃいそうなので少しレベル上げてから戦ってみようと思います。というわけで、あ、目的地も出てるのかな、時間ある程度経ったってことかな。まあもしかしたらこれがイベントだったのかもね、そのやらなきゃいけない。何も他になんかさ、サブクエとか出てないよね。ここはなんだ、ここは話しかけられない。もう全部見たんかな。足を滑らせるわよ、気をつけて。なんだ、幽霊が出るの。幽霊が出るんだって。あ、そこのトンネルがってことか、この先がじゃなくてね。ここが幽霊が出るの、やだ、見てみたいわ。まあ、とりあえず戻ろっか。あ、いるいるいる。あ、何かあったのか。そっか、麦ちゃん、うん、子供たちの遊び場でちょっとね、うん、遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。黒い服ってあれ、うん、違うみたい。あ、違うの。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人。え、病気なんだって。あ、あと腕に数字が書いてあるんだ。お隣さんじゃん。心配だから私行くね。俺も行こう、うん、似た男を知っている。あ、そうだよね、うん、お隣さんじゃん。こっち、麦ちゃん可愛いし、おしゃれだね。お、エアリスがまた仲間になった。オッケー、いやー勝ちたかったな。もうちょっとだと思うんだけどね。向こうの攻撃力がめちゃめちゃ高くて、まともに食らうと結構すぐあのクラウドが戦闘不能になっちゃうね。さて、そのなんでそのお隣さんがここにいるんだ。それともお隣さんみたいな人が何人もいるのか。何、どうしたの。え、どうしたの、なんか可愛いね。ああ、いつもは子供しか入れないんだけど。何、じゃあ守ってるの、それどころじゃないね、今の子たちは。門番的なこと。すごい可愛かったんだけど。さて、お、麦、あ、帰ってきた。エアリスを連れてきた。うん、もう大丈夫、私たちに任せて。心強い。でもモンスターが出るんだ。モンスター、安心して、この人すっごく強いんだから。そうよ、元ソルジャーだ。うん、黒服の男は。わかんない、いつの間にか消えちゃって。あら、今は子供たちが優先だよ。そうね、こっち。子供たちの前でも元ソルジャーだとアピールしていくんですね。あ、お花持ってる。教えてください。かわいい、それ。エアリスのお花、お花持ってる。登れるわけじゃないのか。すごいね、秘密基地、楽しそうだね。ここから出ちゃったんだ。オッケー、気をつけてね。じゃ行ってみよう。モンスターがいるのかな。どこかな。子供の行動は予想できないからな。未開発区域。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。すぐすぐ。おおおお、びっくりした。これあれか、ハリネズミちゃんか。ハリネズミではないけど。ハリネズミちゃん、なんだっけ。あ、間違えた、今ブリザラつけてこなかったんだった。後でやらなきゃ。あのほら、今シバとさ、もう一回戦うためにさ、なんか魔法攻撃アップとかそういうものを、マテリア、そういうのばっかりつけてきて、ちょ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 、忘れてた。ちょっとサクッと倒しちゃいます。オッケー。今日はね、ちょっと動画1本ぐらいしか録画できそうにないので、ここが終わったら終わり。あれ、おー、どうしちゃったの。なんで降りないの。ちょっと待ってよ、こうね、また出た。 OK、 そう言われましても。そう、なんか霧のいいところで、次霧のいいとこがあったら終わりかなと思うのですが、じゃあブリザラをハリネズミちゃんに当てていく。
く。なんかネズミちゃんはそんな強くないもんね。倒した。え、なにチューチューって書いてあった今。え、チューチューって何？え、そんなに可愛い技があるの？ネズミちゃんに見たことない気がするんだけど。オッケー、倒したんだけど今ネズミちゃんなんかひっくり返ってて可愛かったね。で、こっちは？こっちは違うの？あれ、これマップどうやって出すんだっけ？マップ出ないね。マップないのか？ないってこと？箱があったよ。箱じゃないかこれ。これなんだろう。入れ物。マップないのか。どうした？あそこ。あのところに大変。なんかあそこにモンスター。すごくない？モンスター待ち構えてるよ。大変。で結局そのお隣さん。あ、なんかテクテク歩いてる子いる。かわいい。まあまあちょっとでもザコとの戦闘はちょこちょこカットしながらいきますね。OK、 倒しました。でまたなんかあれだよね、こういうのいたよね前回、なんか自爆したやつ。違う、これはこうか。あそこ、お、でも降りこう、なんか降りれないんだけど。降りようとすると登っちゃう。お利口さんに待ってるじゃん。この辺何もないの。なんかでも広いね。なんか戦いそうだね、あれ以外にも。これ全部もしかして動くんか、この辺。そん、大変。どこにいるの？そこか。オッケーオッケーオッケー。あ、なんかいつの間にかクラウドちょっと瀕死だった。ちょっと待って、あ、まだ使えないのか。ちょっと待って、じゃあゲージを貯めよう。おいしょ。いつの間にかクラウドが。オッケー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 。じゃあ、あ、メガポーションあるじゃん。回復していいね。これこのさ、暴走スモックのあの人は、あの人とか言って人じゃないんだけど、あれだっけ、雷だよね。ちょっとなんか大変だな、これ大変なことになってるね。ちょっと待ってね、どれから先に倒すのが。あー、 MP がないです。エーテル使う。で、まあ、とりあえずこのハリネズミっぽいのを、痛い、ちまちま切りつつゲージを貯めて、で、サンダラを当てる。飛んできた、針が飛んできた。そしてまた私が食らってしまったので、エアリスのなんか使えるか、アビリティ。あ、攻撃魔法自動で2連発、すごいね。祈り使うか。で、とりあえずこれを攻撃して、 OK、 たまったかな。そしたらサンダラ、あ、いや倒した、いつの間にか。あれ、知らぬ間に倒してた。自爆しちゃう。エアリス危ないよ。あ、何その自爆によって倒れた。あ、なん、また出てきた。めっちゃいっぱい出てくるじゃん。やっぱあれか、結構戦うのかな。あ、すごいいっぱいいます。ハリネズミちゃんすごいいっぱいいます。いいですね、結構みんなに当たったじゃん。みんなに当たったじゃん。すぐエーテルじゃないや、 MP なくなっちゃう。おいしょ、痛い。倒れるわけには。で、いけるかな、間に合うか。間に合った、動けるうちに。いいね、なんかまた出てきたの。やっぱそれ動くんでしょ、ほら。だから言ったじゃないか、そう思ったんだよ。だみんな回復するやつないよね。はい、エアリスもちょっと体力やばいよ。あ、リミット使えるじゃん。とりあえず使って、でエアリスを回復してあげないと。よいしょ、ダメだね。
で、お、暴走スモック来た。暴走している。来ないで。ちょ待って、召喚獣使える？まだか。エアリスが倒れちゃったかな。エアリスが倒れちゃったかも。あ、エアリス戦闘不能になったか。それは回復してあげないと。もうそれだけ？スモックファクトそれだけ？そしたらサンダラ当てて、つんざけ。OK、倒した。あー、自爆だった危ない。うわ、かっこいい、なんか爆風を背に。で、ちょっとエアリス回復しよう。画面が赤いからね。 OK、 よし、じゃあ子供たち助けよう。大丈夫か。怖かったね。うん、かわいそうに。待って、ん、危ない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 。お、クラウド、あちこち崩れやすくなってるの。かっこいい。ああ、そうなの。俺が行く。お、さすが。行くぞ。え、え、すごくない？え、すごい、本当に？めちゃめちゃかっこいいのだが。さすが腕筋鍛えてるだけある。かっこいい。あ、かっこいいね。わかる。じゃあ戻ろっか。私も同じ気持ちです。オッケー。というわけで、あ、戻るくらいはできるかな。戻るくらいはできそう。さっき芝と2回戦ったしね。多分カットすると思うんで、もう登れない。もうちょっと子供たちと帰るぐらいはできるかな。おお、びっくりした。危ないよ、ちょっと離れて離れて。危ないですよ。回復しないとな。エアリスも使えないか、まだ。もうとりあえず離れて、もう切って逃げる切って逃げるにしよう。 MP が足りないのか。 MP すぐなくなっちゃう。危ない危ないよ。エアリスはどうだ、まだ使えないか。離れつつ、あー、食らっちゃった。踏んじゃった、踏んでしまった。あ、やばい、暴走スモークになってしまった。暴走スモークになっている。来ないで来ないで。エアリスがまた危ない。危ないというか戦闘不能になってた。エアリスでも多分ちょっとちょっとあれだよね。あ、どうしてそんなに強いの。お、クラウドはね、元ソルジャーなんだよ。言ってもらった。本当に戦争に行ったの。秘密だ。お、秘密だ、かっこいい。そこ危ないんじゃない、大丈夫。リアリスちょっと体力がちょっと弱いのかな。少し少ないか。ちょっと回復してあげよう。画面が真っ赤だ。 OK、 まあ帰る途中にこうやって敵が出るのか。危ないね。まだ出るかな。またハリネズミとかが出るかな。すごい、でもやっぱ強いんだね、子供たちから見ても。いいじゃん。いや、クラウドかっこよかったわ、さっき。やっぱいつもああやって腕筋腕筋って言わないと思うんですけど、私が勝手に呼んでるだけですけどね。筋トレしてるだけあるよ、さすがだよ。おお、また出ました。またハリネズミちゃんが出ました。これはサクッと倒しようかな。サクッと倒します。俺もソルジャーになろうかな。そんな簡単になれるわけないでしょね、クラウド。かわいい。そんなことないよな、クラウド。名前覚えてもらった。人気者だね。そうよ、すごかったな。ズバッズバッて。すごかった。そのスパスパッて、効果音がかわいい。面白い。もっと早かったもん。スパスパ。中間とろ中間。そう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 。スパスパだな。そう。スパズバだね。逆になってた。クラウド。ね、クラウド。いいじゃん、クラウド人気者じゃん。やっぱりもうすぐ人気になっちゃうんだから。あ、なんかぶつかっちゃう。ぶつかっちゃう、さっきから。オッケー、まだ出るかな。まだもうちょっと遠そうだもんね。なんだ視点が。お、あ、大丈夫。
ティファ待ってよ。ティファ、ティファ。お、ティファ。ん？ティファ？どうしたの？いや。ティファってクラウドの恋人？あら。違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。なるほど。そうか、幼馴染っていうのと違うの。幼馴染って言えばよかったんじゃない？バレてない。幼馴染っていうのは嫌だったの。恋人ではないけど。オッケー。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん。うん、そうする。これ助けてくれた俺。秘密基地の入場証だって。エアリスとクラウドは大人だけど、もう仲間だから。いつでも遊びに来てよ。ありがとう。なんかうるっときちゃった。ありがとう。可愛い麦ちゃん、あんななんかちょっとクラウドのこと怖そうっていうか人見知りっぽい感じだったのに、なんていい子なの。オッケー。そしたらもうこれで大丈夫。なんだ？お隣さん。大丈夫、大丈夫だから。え、戦う？あ、待て。え、大丈夫なの？そんな近づいちゃって。迷い込んだの？ここに。似たような症状の男が隣に住んでいる。うん。あれ、なんだろう、数字の2？入れ墨か。そういえば。うん？リユニオン。リユニオン。恐れることはない。また出た。あ、お隣さんは何番だったっけ？しっかり、クラウド、しっかり。好きです。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス。あ、やっぱそういう。5年前、不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。そういう認識なんだね、みんな。生きているのかもしれない。そうなんだ。ん？行こう、クラウド。え、どうした？もしかして神話に出てくる神話？あれ？次のセリフ。なんかちょっと今どうした？なんかあったね。え、あのちびっこすごい可愛いんだけど。サングラスかけてる。え、なんかあった感じだね。はい、というわけで今回は、エアリスと一緒に5番街スラムをちょっと回るっていう感じでしたね。うん、子供たち無事でよかったですね。いや、子供たちにかっこいいって言われてクラウド嬉しかったんじゃないでしょうか。やっぱりね、ここでもすぐに人気者になりましたね。うん、なんか何やら今エアリスちょっと気になる様子だったし、まだまだこのスラムも探検したいなと思うので、また次回楽しみにやっていきましょう。あの芝も倒せるなら倒したいですね。はい、というわけでじゃあ今回この辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとツイッター X やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。